もしも自分が馬主になったら競走馬になんて名前をつけますか。お馬さんの名前ちょっとクスッとしちゃうやつあるよね。確かでも日本の競走馬は9文字までって決められてるんだ、うん、9文字なんだ。9文字までで UCC コーヒーダメだダメかUCC コーヒーメーカーいけんのかなと思って UCC コーヒーまではいけるかな伸ばし棒がさ稼いじゃうんだよね。そうだよね9文字まででどうだろう。なんかさ葛飾北斎のさペンネームがさ画狂老人万字とかでさかっこいいそんななんかすごい名前だったのがさなんかこれだけその先の先代の方でもなんか中二病みたいなさ中二病って言ったら失礼ですけれども超かっこいいってやっぱ通ずるとこあんだなって思うとやっぱ後世に名を残したいからそうだね。そう強強な名前もいいなって思う。なんだろうな強強な。あでも漢字って使えないかカタカナかみんな。あそうカタカナでかっこいいやつカタカタカナ。シャイニングえ結構使ったぞ。待って今いくつ。シャイニング6文字待ってあと3文字シャイニングシャイニングリエリダサいやだやだやだシャイニングリエリ残し棒も使えませんでもいいなリエリーだと私になっちゃうからシャイニングリエリあいいじゃんいいかもしれないじゃあレナどうするなんだろうなシャイニングでしょいや使わなくていいよシャイニングダークネスとかダークネスあ5文字だ5文字あと4文字使えるウエシャウエシャいやまあつけたいなダークネスシャマシャマダークネス、うん、あシャマダークネスいいじゃん早そうだねシャマダークネスめっちゃ早そうじゃないえなんか早そうシャイニングリエリといい勝負じゃない最高これでいきましょうか、うん、馬主になれました